バイキングバイキングとは海賊船系の大型ブランコである。主に8世紀に活動したスカンジナビア人の武装船団バイキングの船に由来すると言われている。バイキングの船の特徴である浅底で細長いという形容が顕著に現れている。バイキングの大型タイプが日本で初めて誕生したのが豊島園にあったフライングパイレーツである。 1984年4月に誕生したこのアトラクションは120人乗りの船が2隻同時に稼働し一度に240人を動員することができた。当初混雑時など2隻同時運行も行っていたがどちらかの船1隻のみの運行が多かった。1985年には長島スパーランドに160人乗りの船が2隻同時に 稼働し、320人動員できる、世界最大級の、ダブルジャンボバイキングが登場。その後、1993年横浜、八景島シーパラダイスに50人乗りで、最高到達地点約13メートル、傾斜角度は65度のバイキングが完成し、2012年3月、東京ドームシティアトラクションズには80人乗りで、 最高到達点に約15メートル、傾斜角度が48.5度のスーパーバイキングソラブネーが登場した。アトラクションが新しくなるにつれ、到達点が高くなったり、傾斜角度が上がったりと、様々な形で進化を遂げている。モーターの軸に取り付けられたタイヤが船底で静点、逆転を繰り返す。タイヤの回転速度が増すにつれ、最高到達点や傾斜角度も高くなる。 ありがとうございます。